はい、皆さんどうもこんにちは、クロロです。はい、今回なんですけれども、また巨大マックスの巣、探してます。で、ここ何の巣だと思いますか？もうね、やっと出ました。はい、ラプラス。はい、ということで今回もね、前回のマホイップの巣、に引き続き場所ね、ちょっと教えていきます。ちょうど晴れてるから前回よりかは見やすいところですね。で、ここなんですけれども、はい、地図をちょっと見てみますね。間違った、地図を見ますね。タウンマップを開くと、はい、ここになります。巨人の腰掛けのちょうど一番南っていうのかな、地図で言うとね、巨人の腰掛けの一番南の陸のとこになります。水面じゃないですよ、一番端のここです。ちなみにこっちは、巣はないので分かりやすいかなと思います。ここですからね。はい、行き方としては、前回と同様、行き方としては前回と同様にタウンマップを開いて、まずここをね、集いの空き地飛んでもらいます。で、その後、自転車で走って先ほどのところまで行きます。ここね、こっちから行った方が早いかな。まあどっちからでも行けるんだけど、クロロはこっちから行きたいと思います。間違った、こっちの、あれだ、ここにね、分かりにくいんだけど降りるとこあります。ここ降りていただいて、どんどん、下がっていきます。で、どんどん下がっていくと、おー、ゴーリいた。で、どん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 、あー、ちょっと雪降ってんな、見えにくいな。で、このね、周りが、水に囲まれてるところに出ますので、足を渡って、はい、渡り切ったらここ、巨人の腰掛けですね。で、右手に行ったら、はい、ここです。ありますね。ちょうどこの、でかい、巨人の腰掛けって言われてるのかな、岩があるのでちょっと分かりやすいかなと思います。あの大きい岩とこの湖に挟まれたここですね。はい、それでは、はい、ラプラス、はい、みんなでやっていこうかなと思います。戦闘シーンは、飛ばすかと思いますので、ご了承ください。はい、ということで、はい、追い詰めました。緊張する。いやー、捕まるかなー、これ。さて、じゃあ、やっていきましょうか。どうしようかな。じゃあ、ハイパーボールで。いや、リピートボールの方がいいか。どっちだ？じゃあ、リピートボールでいくよ。よし。いけ！よし、来い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 。来るか？投げた！よし！緊張するマジでお願いだ。ここまでめっちゃ時間かかったんだ、お願いだ。よいしょ。ああ、2回。よっしゃ、3回来た、来るか。よっしゃー、捕まえた。やったー、捕まえた。来たー。はい、ラプラスゲットしましたはい、ありがとうございます。ラプラさん、ありがとう。やったー。ちょっと手持ちに加えてミオをちょっと、ステータスをね、見ていきたいと思います。はい、こちらステータスですね。はい、水氷タイプのラプラスです。巨大マックスのマークついてますね。はい、お、あー、シェルアーマーかー。まあ、シェルアーマーしゃあないな。塩、水、氷の粒でのしかかり、レートビーム。まあ、技は普通ですね。巨大マックスのラプラス捕まえました。ありがとうございます。いや、はい、ということで皆さんもね、ラプラス粘って頑張りましょうちなみにクロロはどれくらい回ったかな、20回か30回ぐらい紫の柱出してやりました。はい、参考になればと思います。はい、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。クロロでした。また明日。